側の両方のバランスが取れて豊かな暮らしができると私は思ってます。持ってるものの中に植物を組み合わせていくとすぐに季節感が出ると。初めて見るお花なの。あ知らない？ムスカリっていう。ムスカリっていうんですか。球根植物で。可愛 い, いでしょう、はい。そう、イースターが近いからね。球根を卵に見立てて、あそうなんや、今巣箱に入れてみました。普段水仙って言われて、別のもスノークレープって別のも。そうなんですね。これがこのままだと格好が悪いので、はい、この苔を一個包んで食べてます。海外の人はこうやって遊んで、素敵、うん。めっちゃ可愛いなりました、うん。これが貼るだけでめっちゃ可愛いなって根っこも、ね、楽しめて、はい。とにかくなんかインテリアもそうだけど季節感がいるじゃないですか。うん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 、ねカーテンもなんか年に何回も12回は変えられる。ね、2回は変えてくださいって言いたいけど言いたいけど、そこの中をイメージを変えようと思ったらもう簡単なものになる、ね、インテリアっていうのは結構ね、だからそこに持ってるものの中に植物を組み合わせていくとすぐに季節感が出ると。このジャズに入れる時もあれですか、お水っていうのはもうやっぱりここの下までってことですか。下まで、うんうん、球根は使ったら腐っていく、はい、あーそっか、そう、はい、地面の中でも球根、水入れすぎると球根は育たない。根のとこってことですね。ここだけ水つけるの、はい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 、そう、うんうん、ここはウィンドウから見て。ないでしょ、鉢ってないで、ここに合うような鉢がない。いや、かわいいやん。かわいい。いや、めっちゃかわいい。クリスマスライト say goodnight, ありがとうございます。どこかに変わって飾って飾って可愛いから、これね、でも、うん、あのあれですよね、少しここがあった方、うん、ある器だったら何でもいいですよ。お水を入れれるから、うん、でそうそう、ここをちょっと見せるっていうの、そう見せるのがポイント、はい、かわいい。なんかイースターが近いからですね。そうそう、うん、イースターが近い、せっかくなので、うん、はい、こう植物のフォルムが全部見えた方が、あ、うん、コツです、コツです、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとこれ飾ります、はい。
いいと思う。シックな、はい、それはね、私が感覚的に仕入れたもので自分が欲しいと思って。可愛いですもんね、動きがあって。まあ、自分が好きかどうかから始まるでしょ、あ、ね、仕入れるのって。はい、そう何がどうとかじゃないからね。もう自分が欲しい、好きとか思って。宮本さんの好きです。そう、私は好きです。それなかなかね、単純なことなんですけどね、わからない人多いんですよ。本当に好きが、それ見つけてもらったらね、すっごい世界広がるからね、はい、そこまでやらないかのね。じゃあでもあれですね、その時のもう感覚で一瞬で決めるって感じですね。そうです、そうです。っていうか設計士さんでしょ。そうですよ。でもそれを仕事にしないで、この植物ってなったのは何かきっかけあったんですか。きっかけ、うん、私ね、いや自分の暮らしはこういうことをしたかったんですよ。暮らしの、うん、ね、多分ね、私ね、建築ね、向いてない。向いてんの、うん、1センチか5ミリとかって言われて、ああそっか、右脳人間やもんね。いやそれが自分にはちょっと向いてないんだよね。あ、そっか、そういうことなんだ。嫌なの、嫌なの。それは。それでインテリアデザインも、そう、なんかその頃それをやってて、やってたけど、うんうん、もう線引いたってごめんね、うんうんうん、もう現場測りに行ってちょっと入らんじゃん。うん、だから、うんうんうん、そうそう、そういうことです。5ミリとかの世界は嫌です。でもあれですよね、その植物が育って今と全然違う感じで、うんうん、あの育っていくっていうのはイメージされるんですね。 それができるから楽しい。なんかだんだん分かってきた。だからやりながら今後はどうなるかっていう、こう座ったか、もう頭の中にある、うんうん、この子っていうのが気に入った。そう、この子、そういうこと。この子がどうなるかが分かる。あ、そうなんだ。 そこのところがやっぱり楽しんでやってるんで、インテリアは好きですよ。だから好きなんだけど、けどね、うんうん、私はね、建築の5ミリが嫌なの。そうなんだ。めっちゃ面白かった、斬新やった。そう、そうです。あ、いい感じ。この人がクタッとなってる、嫌だね、あなた。こっちに。でも、まあ、まあまあ、これが、はい、どんどん変わっていきます。はい、あなたはどっちに置きたいんでしょう。What a beautiful Christmas tree. じゃあそろそろ始めさせていただきたいと思います。今日遠いところありがとうございました。宮本さんです。宮本でございます。よろしくお願いします。今日はもうお忙しいので無理を言って来ていただいたんです。でまた、これこうで、こう、恒例にしてくださいねって言ってるんですけど、うんって言ってもらってないので皆さんぜひ次もっていうふうにおっしゃってくださいね。はい、で今日は2人で、ね、ちょっと進めていく感じで、私がちょっとお伺いしながらっていう。私が一番長いですかね、お客様。あ、長いと思いますよ。ね、うんうん、もう実はアスティエが欲しくてここ来たんですよ。で、なんかフランスで買いそびれて、イギリスにピーター・シャム・ナーセリーっていうフランス系の人がやってるおしゃれなナーセリーがあるんですよ、ガーデニングショップが。で、そこにはアスティエがずらっと温室の中でやってて、で、それを温室の中でおしゃれにやってるんですよ、植物に合わせて。で、それが欲しくてたまらなくて、で、見てたんだけど、うちのスタッフはパリで買ってるからイギリスで買うだなって言って私に言ったんですね。ね、パリで買わないと、こんなね、ロンドンで、あ、ちょっとイギリスでどうするのって言われてシューンとなって帰ってきたんですが、もう欲しくてね、思い出したら欲しくてしょうがなくって、それでラブジレさんにあるって調べたら、それでもう一目散に私来たのが始まりです。実は
うん、そしたらもう開業して多分 2,3 年目ぐらいに来て、 うち20年目なんですけど、うん、そんな感じで駆けつけました。もうその時に何着ていくかとかね、すごいドキドキしてもう今でも着てきた洋服も覚えてますそうなんです。だからね、そういう素敵な、ね、ショップに行くのには自分がどんな格好をしてその店の中に入ろうかとか、そこからワクワクするじゃないですか、その日のことが。だからもう未だに覚えてます。本当ですか、ありがとうございます。もう白の白いスカートで白できました。すみません、全然覚えてない覚えてないと思いますけどありがとうございます。じゃあ宮本さんね、はい、まあ、まず、この第一章なんですけど、あのお庭、あ、家と庭の調和から生まれる豊かな暮らし、はいはい、ここからちょっと始めていただいてもいいでしょうか。はい、家庭っていう漢字は、はい、家と庭って書きます、家と庭の両方のバランスが取れて豊かな暮らしができると私は思っています。家だけ、庭だけじゃなくて、もう両方あって、で、これが人間らしい。チャンネル登録といいねお願いします。